皆さんこんにちは。8月のハーモニアスニュースの時間です。今回も茅ヶ崎の夏の催しをはじめ、今後のイベント情報や生活に役立つお知らせなど情報満載でお届けするぞよ。まずは7月25日と27日、松林公民館で開催された子ども卓球教室をご紹介します。今回の子ども卓球教室には、抽選で選ばれた小学1年生から6年生までの12名が参加。講師の湯原美穂さんは2001年ユニバーシアード北京大会で3位の実績を誇る茅ヶ崎市在住のトップアスリート。現在も数多くの選手を指導しています。あの福原愛選手や平野美宇選手とも一緒に練習をしていたそうです。湯原美穂さんにラケットを使いこなすコツを教えていただきました。力入れすぎちゃうとボール強く飛びすぎちゃうから、できるだけ力入れないでポンポンと当てるだけでも前上に飛んでくよ。力が入っちゃうとボールがなんかうまくコントロールできないですね。こういうラバーっていう用具使ってるので結構これ飛ぶんです、普通にやるとパーンって飛んでっちゃうから、だからその ラバーの性質を利用してやっていくっていうか、子供たちはラケットの使い方をマスターしたら、サーブやレシーブ、スマッシュなど基本的な球の打ち方を習得しました。よくわかりやすかったし、とても楽しかったです。なかったからドキドキしたけど、うまくできて嬉しかった。これからも続けてみたいです。また今回は松林中学校卓球部の選手たちも子どもたちの指導を手伝ってくれました。小学生の人たちは成長が早いなと思いました。自分たちが教える側に立ってみると、自分が今までできてなかったところとかも見えてくるので、そういうところで勉強になりました。では最後に、講師の湯原美穂さんからハーモニアス茅ヶ崎をご覧の皆様にワンポイントアドバイス。体の真ん中に軸が1本太い棒が入ってると思って、それを軸にして体を回していくように打っていくと、フォームが崩れないで安定してボールを打っていけるようになるんですね。まずはそこの形ですね。湯原美穂さん、ありがとうございました。また松林公民館ではどなたでも参加できる卓球開放日を設けています。ぜひご参加ください。詳しくは松林公民館電話521314までお問い合わせください。またこの日は松林公民館では子ども手話教室も開催されました。茅ヶ崎市聴覚障害者協会の皆さんが小学1年生から6年生の子どもたちに楽しみながら手話を指導しました。現在茅ヶ崎市には小和田、鶴峰、松林、南後、香川の5つの公民館があり、各種団体の活動の場として利用され、また年間を通して趣向を凝らしたさまざまな主催事業を開催。市民の皆さんにとって親しみやすい公民館を目指しています。ぜひお気軽にご利用ください。続いては、茅ヶ崎市内の100歳以上の高齢者を服部市長が表敬訪問、長寿をお祝いしました。茅ヶ崎市では今年9月15日現在で満100歳となる方は35名、同時点で100歳以上の高齢者は92名いらっしゃいます。こちらは若松町にお住まいの真田千佳夫さん、大正6年生まれの100歳です。服部市長からはお祝い金と
湘南ひょうたん会が創作したひょうたんの作品を贈呈しました。このひょうたんは毎年収穫されてから長い時間をかけ丹精を込めて創作されています。なおひょうたんは満100歳の35名に贈呈されます。真田さん、趣味の習字はこの腕前。80歳代までマラソン大会にも出場していたんです。100歳となった今も1日4000歩を目安に散歩を続けています。それをノートにしっかり記録しているぞよ。だいたい1日先生から言われてるよ、4000歩って言われてる。ここに1万歩がある。そう、今日はまだ1200歩しか歩いてないからね。歩くことはね、一番大切だから。実はまだまだ走りたい気持ちがいっぱいの真田さん、お医者さんからさすがに走ることは止められ散歩を楽しんでいるんだそうです。とっても元気いっぱいの真田千佳男さんでした。続いては8月5日に開催された市政70周年記念第43回サザンビーチ茅ヶ崎花火大会の模様をご紹介します。打ち上げられた花火の数はおよそ3000発。クジャクが羽を広げたように海面から打ち上がる水中クジャクなど鮮やかな花火が打ち上げられました。市民の皆さんからの多くの協賛で開催されているこのサザンビーチ茅ヶ崎花火大会、来年の開催に向けまた募金を募集していきます。詳しくは茅ヶ崎市観光協会にお問い合わせください。皆様のご協力よろしくお願いします。続いては8月9日水曜日、茅ヶ崎市役所で開催された宇宙飛行士ゆかりの町サミットについてご紹介します。このイベントは宇宙飛行士にゆかりのある町で開催されているもので、茅ヶ崎市では3回目の開催となりました。今回は茅ヶ崎市ゆかりの宇宙飛行士野口聡一さんが地球に帰還した日を記念して作られた茅ヶ崎宇宙記念日、8月9日に合わせて行われました。第1部では野口聡一さんのお父様が登壇、野口さんが宇宙飛行士になろうと思ったきっかけや学生時代の勉強方法など貴重なエピソードをお話しいただきました。第2部では宇宙飛行士にゆかりのある町5つの会場をテレビ電話でつなぎ、それぞれの町の子どもたちが町と宇宙のつながりをテーマに自ら調べた内容を発表しました。茅ヶ崎からは3名の小学生が発表を行いました。参加した子どもたちにとってとっても貴重な体験となった宇宙飛行士ゆかりの町サミットでした。続いては茅ヶ崎のイベント情報です。今回は数あるイベントの中から3つをご紹介するぞよ。まずは8月29日火曜日、中央公園で開催される夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会のお知らせです。毎年全国43会場で実施されている体操会、今年は茅ヶ崎市が神奈川県の開催地として選ばれました。時間は朝6時から。この日の体操の様子は NHK ラジオ第1で全国生中継されます。詳しくは茅ヶ崎市役所秘書広報課までお問い合わせください。続いては9月3日日曜日、イオン茅ヶ崎中央店で開催される見て触れて体験しよう茅ヶ崎救急デーのお知らせです。人形を使って心肺蘇生法や
AED の取り扱い方法などの実技指導を行い、応急手当の大切さを学ぶことができます。その他健康チェックなども実施します。時間は午後1時から4時までです。詳しくは消防本部警防救命課電話859945までお問い合わせください。続いては9月10日日曜日から茅ヶ崎市美術館で開催されるホノルル美術館所蔵ハワイアンキルト展アクロス・ザ・オーシャンのお知らせです。ハワイ王朝の時代に制作された極めて貴重な作品を含むヴィンテージハワイアンキルト20点を展示します。ホノルル美術館のハワイアンキルトコレクション単独の展示としては国内で初めての開催。詳しくは茅ヶ崎市美術館電話881177までお問い合わせください。続いては茅ヶ崎市からのお知らせです。今年7月5日からの九州北部地方における大雨により被災された方々を支援するための義援金と7月22日からの秋田県における記録的な大雨により被災された方々を支援するための義援金を受け付けています。受付期間は8月31日まで。募金箱は茅ヶ崎市役所本庁舎総合案内と分庁舎2階の福祉政策課窓口に設置しています。詳しくは茅ヶ崎市役所福祉政策課までお問い合わせください。続いては雨水貯留タンクの設置に伴う補助金交付のお知らせです。茅ヶ崎市内に雨水貯留タンクを設置した方は購入後3ヶ月以内に申請すると上限3万円として購入費および設置費の半額が補助されます。タンク容量などの要件がありますので事前に茅ヶ崎市役所下水道河川建設課までご相談ください。続いては市税納期限のお知らせです。市県民税第2期分の納期限は8月31日となっています。コンビニエンスストアでの納付や金融機関の ATM インターネットモバイルバンキングから行うペイジー納付ができます。お忘れのないようにお納めください。なおコンビニエンスストアでの納付はバーコード付きの納付書に限ります。詳しくは茅ヶ崎市役所収納課までお問い合わせください。以上8月のハーモニアスニュースでした。